はい、皆さんこんにちは、ラフィナの引き塚です。撮影にご協力いただきました、はい、はい、フェローズスポーツ根本です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、アジサインドアテニスクールの高石です、よろしくお願いします。はい、おね、寂しいですね。約10年間もりもりくんさせていただいたんですけども、一旦ですね、今回でもりもりくん卒業となります。卒業、はい、寂しいっすか、っこかりですけど。仮になっちゃいましたね。違うとこ行っちゃったから、このまま行きます。でもこれじゃあほらね、感想は言えるけどダブルスみたいな。そうですね、商品説明もしてもらわないといけないですからね。どうしますか、まあ、森さんの商品説明は、まあ、ほぼ小ネタでしたけど。そうか、ネタ誰かやってくれなきゃいけないですよね。そうそうね、もうなんかヨネックスの動画といえばあれがやっぱり定番でしたけど、うん、なんか何も仕込んでない。しましょうです、よろしくお願いします。ということは手帳も森さんが亡き後亡くなった、みんな頑張っていきます、よろしくお願いします。後任が下下くんになりました。なるほど、はい、暫定下下くんで、暫定下暫定なんだ。今後の活躍期待で、はい、変わっちゃうちょっと、はい、もう動画の視聴者の皆さんもいなくなったらさせてください。ちょっとこっち向くと完全に今日守りに行ったなっていうのが分かったんですよね。ちゃんともう一人もう一人、はい、はい、ちょっと、はい、心細かったんで僕やっぱり相当不安で数持ってる人は呼ばないよね。人気ある人が欲しいと思う。そうだね、はい、うん、ハードル上げてんなマジで。こんにちは、ヨネックスのホリホリちゃんです。お久しぶりです。来ました、そういうおじさんたちは嬉しいよね。嬉しい嬉しい。おじさんの中に一人混ざるけど全然違うからね。おじさんには申し訳ないですけど、まあ、森さんは、まあ、いないから言えますけど、まあ、いないから言えますけど、何て言うのね、いますよ。いますよ、ちゃんと今日 AD で、はい、心配で後輩の活躍を見に来ましたんで、頑張りましょう、頑張りましょう、しましょ、これから2人で力を合わせて、はい、頑張ります。お願いします。あれ、森森さんレギュラーメンバー一応、はい。暫定レギュラーメンバー。あ、そういう感じ。暫定レギュラーメンバー。なるほど。暫定してた。今日実は秘密兵器を持ってきましたね。秘密兵器、はい、お、これ本当に僕たち何も聞かされてなくて、中を見てない。そう。まだちょっと待ってくださいね。はい。これじゃあ一応商品名だけ言っておきましょうか。あ、じゃあですね、E ゾーンが発売になります。はい。はいはい。イーゾーンの新デザインで、新色、はい、新色が、はいはい、何色になってると思います？前作で白のカラーが出たよねって。そうそう、で俺は白っぽいのがいいなっていう話をちょっとしてました。なるほど。その1個前だとゴールドがあったよね。あったね、黒とゴールドっぽいのね、イーゾーンかな、限定で。でキンキンだと黒とグレーが限定ありましたね。あったね、出たね。そう、そもそも E ゾーンって青の前ってグリーンだったりしてたんですよね。あ、そうだね。でもグリーン今パーセプトがあるから、テンポよく見てるからね。そう考えると赤と緑はないんじゃないかっていう、ね、パーセプトで、そう、そうだから白はありえるなって話をした。さすが黄色とかじゃないでしょう。黄色さすがに違うでしょう。いや、わかんない。攻めのネクスターが例えばなんかその黒ピンク的なのでもいいかなと思ったんだけど、白って言われちゃうと、あ、白いいよねっていう話な、今のところね。大丈夫かな、大丈夫ですか、このコメントから。だいぶハードル上がっとるぞ、はい、俺もうすっげえ時に大丈夫かな、中身を知ってるのに。大丈夫です、大丈夫です、はい、俺ちょっと今日、はい、僕らだけだ、はい、体験しておりまして、はい、引っ張るだけ引っ張ったんで、じゃあそろそろ行きましょうか。俺、これ構成どう引っ張るか。なるほど、あ、なるほど、いける、よ、せーの、お、黒だね。マットな黒だね、かっこいいね、かっこいい、
いやいや、どっちかっていうとこっちだったんじゃないか。光の加減でちょっと、ね、見てみて、そのそうなんですよ、光の加減で色が変わるようになって、緑から紫まで。あ、綺麗綺麗綺麗。あ、でもさ、え、全然違うね、この吹き付け方。お、あ、いいところに、はい、ほら、個体差がある。あれ、はい、これ同じ向きだよね。あれ同じ向きです、ほら一本一本違うっていう、このスプレーで。そうですね、一本一本、はい、スプラッシュ塗装ですね。スプラッシュ塗装、ハンドメイドって感じになりますね。裏もそう、こっち側もそう、同じ。全然違う。あ、全然違うじゃん。うん、え、これ映る、映る、これ全然違うよ。つーか、めっちゃかっこいい、うん、めっちゃかっこいい、出ました、いいね、めっちゃかっこいい、はい、やっぱりじゃあまた移動かな。そのブラックっていう名前じゃないんですよね、島田くん。実はじゃん。どっから出たの。あの、仕込みでちょっと、ちょっとすいません、小さくて、アクアナイトブラックで。ちょっと待ってくださいね、ピントが全然合ってない。どうしてもそのおでこにピントが、プロのカメラでもおでこにピントが、おでこにピントが、おでこに持ってったわ。そうだね、おでこにこう、あー、そう、そっちの方が。違う、これで、はいはい、アクアナイトブラックで、はい、新発売です。この黒の、はい、あのアクアナイトブラックの色も、はい、あのプロ選手は使っていく予定があるので、ある、はい、うん、あのベン・シェルトン選手とかで、あのちなみにその青色 の, あの今の現行のものも、並行して販売になるので、それがそうなんですよ、生産停止になるっていうことではないです。なるほど、追加色だから2色展開でって。あ、そうですね、2色展開で。ほうほうほう、はいはいはい、キーオスは二刀流です、はい、青と黒。あ、はい、これ発売いつからですか。4月の下旬から9800100L の3機種がこのアクアナイトブラックが、はい、なるほど、なるほど、はい、アイゾーンがまあね、打ちやすいからね、うん、アイゾーン未だにもう発売してから2年ぐらい経つんですけど、やっぱり根強い人気で、前回2年前の12月の撮影で野々村剛一プロとここで撮影した、それが2年前だから。そうですね、もうそんなんだ、そう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 だ、でも全然売れてるもんね、はい、そうなんですよ、はい、まだまだ売れてるもんね。じゃあモデルチェンジはしないっていうことでいいんですかね、今年は。はい、今回モデルチェンジはなしで、マイナーチェンジですね。そうだ、あの AD の方がちょっと、はい、AD の方がなんか参加したい。参加したい。めっちゃ面白そうっていう。これ今日はラケットの発表だけ。と、はい、一応あの E ゾーンに、はい、うちの、ポリのストリングをあの。ポリのちょっといいですか、ちょっといいですか、はい、大丈夫かこれ。前にチェーン、チェーン、チェーン。はい、そうですね、今日はあの、まあ、新色でイーゾーンの性能は同じなんですけど、はい、ヨネックスのポリストリング6機種を、それぞれ98、100に、バラバラのストリングを貼って、ぜひ皆様に、うん、打ち比べをしていただきたいなと思ってご準備しました。ポリストリングの打ち比べの6機種は、はい、今これね、ポリツァレブの1、レブだよね、これポリツァプロ、プロのグラファイト、あ、プロだね、はい、これもポリツァレブの、レブですね、これとは別にじゃあがっつり用意してるんですか、はい、はい、ファイヤー、ストライク、ストライク、エア、エア、スピン、はい、スピン、あ、もう出た、ね、はい、今この4つとここのレブとプロですね、なるほど、はい、おー、面白そう、なるほど、はい、すげえ書いてあげた、すげえ持ってきた、すげえ書いてあげた、 AD が持ってきた、用意します。じゃあ今日は新しいイゾンで、はい、じゃあポリストリング6機種打ち比べ会ということで、はい、まあ普段は人と使っているとは思うんですけど、うんうん、あんまりこう比較とかっていうのをしたことがないそうなんですね、同じテンションっていうか、そうですね、何個かはやったことあるけど、全機種やったことない。ガットが気になってる、俺何がいいかなって気にしてる人にはいい動画になるかもしれない、ね、そうですね、うん、はい、ちょっと順番に、まあ、じゃあ多分みんな好みも多分出てくると思うので、あると思います、はい、これもしかしたら良かったみたいなね、意外とうんって思ってるものがあれってなるかもしれないですし、はい、いいね、はい、というようなお話をしていければと思いますので、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。頑張って。頑張って。頑張って。